そうだよね。本日はありがとうございます。ありがとうございます。セガ賞にサインをいただけるということで、もうみんな大喜びしてガッツポーズしてまいりました。京都在住の方なんですけれども、あの全国のママの会っていうのを一人立ち上げられまして、でその安保法案反対の意見書をあのネットでこう集められたのが一番最初だったんですね。でそれがすごい勢いでこう広がっていって、であの全国の他のママからあのうちはないのみたいな感じで、千葉はないのとか埼玉はないのとかいう感じでこういろいろこう問い合わせされる中、あじゃあ皆さんご自分で立ち上げてくださいっていうことで、今あの全国に30箇所あ、はい、あのママの会が立ち上がってまして、最初顔も見知らぬママママみんな集まってる感じで今日も初めましてなんて言いながら、神奈川もそれで7月16日にママの会神奈川っていうのを立ち上げて、で先ほどあの樋口さんの方からあのご紹介あったんですけども、メンバーが見ていただいているのが808名で、非公開グループであのもっとローカルな情報を共有し合おうっていうグループがありまして、そこでまあ182名今日の段階でいる形です。この誰の子供も殺させないっていうこうスローガンっていうか、ここに一致する人は集まれっていう感じ、この言葉がすごくで、コールもなんかあの怖くないようになんか平和が大好きとかいう感じでなんかあのね、本当になんかあの学生の方がまあ渋谷多いと思うんですけども、すごいあのねみんなよく見てくれて、まあやはりこれまでのね動きを見るとこれだけの盛り上がりですから、あの市民運動としてこれだけ多くの人がですねいろんな意見を言い始めたものっていうのは、まあ今の体制になってからなかったんじゃないかなと思うんですよ。だからそれだけやはりあの戦後のあの平和の動きっていうのをやはり大切に思っている人たちっていうのが立ち上がってるってことなので、まあ特に若い人やあの本当に主婦の皆様方、子育て世代の皆様方がそういうご意見をお持ちになられるということですから、やっぱ我々は政治家としてそれをちゃんと受け止めなきゃいけない、ね、いても立ってもいられないっていう気持ちでみんな言ってる感じで、多分今まではなんか、なんとなく反対だけどなんか心の中では思ってるけど反対なんだよなって自分では心の中で思ってたり、こう、まあせまあ、やってあのフェイスブックにつぶやくとかそのぐらいだったと思うんですけども、もうなんかあのそっからやっぱりなんかしないとっていう気持ちに駆られてる、なんかママたちとか学生の方とかが、やっぱり学生の方が動かれたっていうのはすごくあの動機になってると思うんですけども、なんかしないと本当にこのままじゃいけないって言って、本当に普通に今まであの子育てに専念してたりとか、そんななんか活動とかなんかもまるっきり私なんかもしてないんですけど、はい、そういうなんかあの普通のなんかあの層が動き始めてるっていうのがすごくね、桜木町アクションっていうのはちょっとかなり頑張って、そうですね、そこで50人参加、50人参加で、リレートークさせていただいて、あと署名集めとシール投票っていうことで、あの賛成反対の分からないっていうのを3つ用意したんですけども、それを年代別にシール貼っていただいて、シール投票やったんです、はい。まあ、最近はその、まあ、国民がその意思を示す方法としてもちろん選挙っていう代表の道がありますけど、じゃなくて直接あの行動に出てっていうのが、まあ、あのそれがむしろあの効果を表しているっていうことですから、まあ、我々も今回出てきたですね、あの請願に対して、まあ、非常に多くの何本もの請願が出るんですけれども、まあ、この安保法制についてもいろいろ出ました。あのご存知かもしれませんけれども、民主党が主体で臨時議会の時にいわゆる慎重審議を求める議案というのを出しましたけど、まあ、残念ながら否決されましたよね。でもそういうものを積み重ねていかないと、それをこう活動に移すか移さないかで、まあ、かなりやっぱりそのインパクトは違うので、そういうものはやろうということで、全部いろいろな補正案を見る中で、皆さんみたいにやっぱりその草の根的にね、本当にこれはいけないんじゃないかという本当に正直なあの気持ちで出されているものについては、まあ、真摯に受けたまわるものはいいんじゃないかということで、あの今回ちょっと皆様方への申し出をですね、あのまあ、この積極的にお受けするような形を取ろうということで、
今まあ団の中ではですね、まだあの検討中なんですけど、紹介議員にはなる形に、しましょうということで三役の方で決めさせていただいたということなんですね。私も全然あの政治的なことには関わりがなくって、まあ、それこそ主人と話をしたりだとか、まあ、会社のつながりだとか知人のつながりで投票候補も決めていましたし、あの変な話、隣の人と政治の話をすることは全くなかったんですけれど、まあ、あの本当にちょっとだんだん怖いねって話になって、いろんなあの弁護士の先生のお話を伺ったりとかする中で勉強会開いたりで、実際聞いて私もびっくりして、また違う友達を呼んで怖いよねって話をしだして、仲間がどんどん増えていって、あのここに並んでる皆さんとも本当だったら知り合う機会が全くないはずだったのに、こういった形で知り合うことができて、目には見えない形でつながっている方がたくさんいて、皆さんの行動とか言動をやっぱりはっきり見ているっていうか、実際に今日もこういった形で会ってくださったっていうことが皆さんには伝わるので、今後また選挙に投票活動にどういった形でつながるかは分からないけれど、皆さんの心の中にはしっかりとやっぱりその時代を生きてきている人たちをひっくり返すのは本当に難しいんですね。その人たちをひっくり返すのは難しいんですけれども、考えてない人たちまだたくさんいるので、やっぱり元がいるので、そこにやっぱり動いていくっていうので、やっぱりあのその各それこそ県とか市議会でこうやって民主党さんも6月出されてましたけど、ネットで一覧に全部なってるんですね。どこの町どこ の、ね、あの県議会市議会総議会で出してどういう結果が出たか、で誰が何に投票賛成否決って全部今出てるので、やっぱり見てる人は見てるんですね。横浜市議会も誰が賛成したんでしたなので、やっぱりそういうところをものすごくあのアピールができる余地はたくさんあるので、我々地方議員っていうのは、まあ、まさに皆さんのドメスティックな、あの生活に極めて近いところでやるんで、そこをちゃんと直してもらえる、その肌感覚としてあの市民の皆様と一緒になってくれる人を選んでいただくっていうことが、まあ、その投票行動につながる。私も本当にあの目の前の市会議員でさえ遠い人だと思っていた、看板でお顔を見るぐらいのお話だったけれど、その一人一人の方がどんな考えでどんな行動されてるかっていうことに今本当に皆さんが注目してると思うんです。まあ、ぜひ賛同させていただくということで、紹介議員になるということは会派としても賛成するということなんですが、まあ、あの先ほど来言ってました議会構成上まだ厳しい部分もありますが、まあ、なんとかあの気を吐いていきたいなというふうに思ってますんで、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっとこのアップがね、感動的なこと、はいはい、ちょっとこっちに言うと思うんですね。やっぱりその会長さんとか、こう、シワまで映りそう。